お前震災の時何してた？俺ちょうどね、今でも思い出してるよ。北区に住んでて、トイレ入ってた。多分2時40分。なんでかっていうと、俺が夜勤の出社前、3時に家出る直前、風呂上がり、うんこしてたんだよ。トイレで。で、そのトイレの中で、ガタガタガタってちょっとずつ揺らし始めて、あ、地震だと思って、そっからドーンって来たのを覚えてる。多分震度5ぐらい。多分俺が経験した地震の中では一番大きかったわ。怖かったもん。怖って思ったもん。すげえ怖かったわ。で、タクシー、交通機関全部麻痺して、歩いて行った記憶がある。2時間ぐらいかけて。タクシーも捕まんなかったから。その頃病院勤務だったよ。思いっきし。で、大変だったんだよ。病院も、うちその東北の病院の受け入れ病院だって。で、そのさ、その震災当時のさ、病院の状況、混乱状況ってみんなに話したことあったっけ？今ちょっと話していいか？あれすごい壮絶で。そう、うちさ、その地域の、その中核病院だったのね。とある地域の。で、東北の病院がもう全部麻痺してるってなって、そっから患者を受け入れなきゃいけないってなってて、バーって受け入れが始まるわけよ。で、先生たちも、その必要最低限の人たち残して、ボランティアに行けって言われて、ボランティアに行ってたわ。で、とにかく物品がないと。一番なかったのはガーゼ。ガーゼマジでなくて、その当時。だから、その患者さんの体を看護師さんが拭くんだけど、全部、タオル。使い回しのタオル。なんかその、お尻拭いた後のタオルも、消毒して、洗って、使ってたわ。で、マスクもなくて、マスクとガーゼが本当になくて、なんかもう病院としての機能、だから、患者の受け入れができなくて。ただ、そのうちの病院だけじゃなくてみんなそうだったよ。消耗品がとにかく枯渇してたわ。で、それが回復するのに3ヶ月ぐらいかかってた。その物品が出回るのは。あ、ゴム手袋とかね、なかったよね。そんな中、右京地は黙祷は各自やれ。悪魔だろ、俺もさ、土日削ってさ、ちょっと、行きますよ、つって。なんかね、変な正義感見せて、ちょろっと行ったりもしたんだよ。そんな中、あいつは黙祷は各自やれ、バカって言ってたの。ふざけんなよ。悪魔じゃねえかよ。言ったの今年だろ。そんなの各自でやれよ、バカが。初めてあいつに賛同できたわ。そんな気違いじゃねえか、3月11日に放送しててさ、おい、言ってねえ、おめえよ、震災があった日には、不謹慎なんだよ、黙祷しろって言われたのに、てめえらでやれよ、バカがやつ。俺でも言うわ。リアルタイムで言ってたのかと思ってた。え、動きは毎週黙祷してる。あいつもなんか病気だよ。あいつのせいでニコ生の視聴者狂ったんだよ。あいつがなんか、腰が低すぎて。でもすごい病院期間麻痺してたよ、本当に。マジで麻痺してた。たださ、その津波の時に、やっぱ唯一流されなかった建物は病院だって言ってたね。本当に、だからもうなんかもし万が一のことがあるとするじゃん。どこに避難するって、病院の中に避難した方がいいよ。とにかく病院は、安全だから。突撃者、懐かしいなぁ。みんなのためにっつって突撃者アッキーが違法サイトで、あれだ、トイストーリー3流してた。俺めっちゃ騒いでた。てめえよ、おめえこんな時、こんな隙に乗じてよ、おめえトイストーリー無断で流してんじゃねえ、バカ、この野郎、お前、あれに訴えるかんな、つって。しかもトイストーリー3じゃなくて自分のワイプもしっかり抜いて涙流しながらな。みんな大丈夫かって言いながら。俺それで、突撃者アッキー好きになった。